皆さんこんにちは、ベーシストの藤井一郎です。本日の動画はですね、僕が最近始めた16ベースサークルの紹介動画になります。はい、4月から、始めたこのサークルなんですが、まあ今2ヶ月半ぐらい経ってですね、まあ実際どんな感じなのか、まあね、実は気になってる人も結構いると思うんですよ。なのでですね、そんな方のためにですね、実際どんなレッスンをしてですね、まあどんなこう課題を出して、そしてまあ僕がそのアドバイスさせてもらってるんですけど、それはどんなアドバイスをしてるのかみたいなことをですね、まあ紹介する動画になりますので、興味ある方はぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。このチャンネルではベーシストやミュージシャンに役立つ情報を随時配信していきますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録してご覧ください。それとですね、実は最近スーパーサンクスというですね、機能がついていてですね、下のところになんかハートボタンがあるんですけど、それね、ポチッとするとね、なんかどうもありがとうみたいなこの気持ちをですね、どうやらお金に変えて僕にこうくれるっていうね、システムがついてるらしいのでですね、皆様のね気持ちをぜひ形になんつって、はい、よろしくお願いしますということで、早速、紹介していきたいと思うんですけれども、このサークルですね、まあ主にどのような、活動をしているかというとですね、まずですね、僕が毎月毎月、テーマを決めて、そのテーマに沿った課題曲っていうのを出題させてもらいます。はい、そのテーマっていうのはですね、先月は8ビート、そして今月は音符の長さを気をつけるっていう、まあ、テーマでやっていてですね、先月8ビートの課題曲は Every Breath You Take にしました。そして、今月の音符の長さを気をつけるっていうテーマの課題曲はですね、Earth Wind and Fire の September を皆さんね、練習していただいてます。で、その、まあ、1ヶ月練習してもらった課題曲をですね、動画に撮ってもらってですね、そして僕にこう送ってもらうと。そしたらですね、僕がボイスメモで皆さんにこうアドバイスを返すっていうことをやっています。はい。それ以外にもですね、毎週毎週そのテーマに沿った練習課題っていうのをですね、僕の方からまあ出題させてもらって、それをですね、まあ、皆さん毎週、まあ、毎日、ね、時間があるときは練習してもらうと。まあ、なんかそういう感じになっています。ということでですね、今日の動画では、まあ実際にどんな課題曲の動画がアップされているのか、そしてどんな練習課題がこう出されているのか、そして実際にその皆さんにアドバイスをね、僕がこうしている様子などをですね、まあちょっとかいつまんでこう見てもらおうかなと思っています。はい。ということでですね、まあ早速見てもらいましょうか。ということでどうぞ。今月のまずテーマを発表していきたいと思います。今月のテーマはですね、音符の長さを気をつけるです。はい。ということでですね、もう音符の長さを気をつけるっていうのはですね、ほんと僕他の動画でもちょちょ言ってるんですけど、とにかく音符の長さっていうのはですね、音符を弾いて切る、これが音符の長さですか。弾いて切る。で、この弾くタイミングっていうのと音を切るタイミングっていうのはもうね、同じぐらい大事なんですよ。その音符の長さによって本当にベースっていうのはいろいろ表現できて、グルーブなんかもそこから生まれるのでですね、本当に音符の長さをまあ気をつけてほしいんですけど、今月はですね、もうその音符の長さを気をつけるっていうことをまあテーマにいろいろこう練習課題なんかも出していくんですが、この譜面のイントロっていうところをね、2段目見てください。ここが多分ね最難関だと思うんですけど、1小節目の1、2拍目見てください。最初にスタッカートがついててなってます。これスタッカートないとこうなんですけど、スタッカートついてるので、はい、ドットーってことですね。で弾くんですけど、ここでこの1弦を弾いてる時にですね、この3弦の開放が音をミュートしてほしいわけですよ。超ゆっくりやると、でこう弾く時にまたこの小指と薬指でこっちねミュートしてるんですよね。とかなってほしくないわけですよ。これだとやっぱグルーブがないので、しっかりとですね、ダダウダウ
だっていうこの給付に入る直前まで伸ばすというか、給付に入るところで音を切る、はい、この意識で、ドゥ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 って音鳴らないんだけど、その鳴らないタイミングでそこの拍を感じさせるっていうんですかね、はい、これをですね、まあ、目指してほしいわけなんですね。まあ、これは本当にね、練習するための課題曲なので、この1ヶ月でこのセプテンバーを完璧に弾いてほしいっていうわけじゃ もちろん全然ないんですよ。そういうことじゃなくて、その音符の長さを気をつけながら、もう本当一瞬でもね、でででつってでつってでれってっていうのがもうなんか気持ちよくハマる瞬間があればね、もうなんかね、それでいいなと思うんですよね。その感覚を味わってほしいというか、はい、そうするとですね、まあ、ベースの弾く楽しさっていうのがまあぐっと増すと思うのでね、ぜひぜひその辺を目指してですね、ぜひやってみてください。今月はですね、音符の長さを練習する月間となっていましてですね、第2週目の練習課題になります。1段目やってみると 1,2,3,4,2,2,3,4 で2段目 1,2,3,4,2,2,3,4、 はい、これも先週と同じように音符いっぱい伸ばしてください。で3段目はい、弾いて押さえて弾いて押さえて、これをですね、まあ、16分音符でやるという練習になります。そして次の段からはね、オルタネイトでやります。オルタネイトではまず人差し指で弾くじゃないですか。そしたら人差し指で音を止めるんじゃなくて、人差し指で弾いたら次に弾く中指で音を止めます。そして中指で弾いて、次人差し指で音を止めて、人差し指でまた弾く、はい、これの繰り返しになります。でこれ2段目だーだーだーで3段目いくと、こんにちは、藤谷です。動画ありがとうございます、拝見しました。そうですね、いくつかアドバイスさせていただきたいんですけど、基本的にですね、右手も左手もあのフォームがすごく綺麗でですね、とてもいいと思いました。今まで結構ベース弾かれてたんじゃないでしょうか、はい、そんな感じがしてですね、本当に基本的に基礎力はもうとてもあるなと思ったのでですね、そのあたりは本当に安心して見れたのでとても良かったです。そうですね、まあアドバイスさせてもらうんだとしたら、まあ前半部分特になんですけど、音符がですね、まあ結構まあ短くてですね、まあ大げさに言うとドッ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 ドみたいな感じに聞こえるんですけど、これをもうちょっとこう音符いっぱいしっかり伸ばす、ドッ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 みたいな感じにするとですね、もっとノリがこうぐっとこう重くというかどっしりするのでですね、ベースらしい安定感が出るのかなと思いました。あとですね、そうですね、基本的にとても本当に上手なんですけど、ちょっとね、若干ノリが硬く感じるんですよね。まあ今回の曲は3連なので、タッ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 っていうのを、まあタッ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 っていう風に機械的に取るんではなくて、タッ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 タドゥーズンみたいな感じでですね、こう円を描くようなイメージでこうリズムをこう流動的に取ると、もうちょっとこうノリが良くなるのかななんて思いながら聞いていました。はい、ということでまた来月の動画もお待ちしています。ありがとうございました。
Facebook の投稿もありがとうございます。朝練頑張っていただいていて、とても皆さん励みになっていると思います。はい、基本的にはですね、とても8ビートのノリが安定していて、とても良かったなと思いました。そうですね、音色なんですけど、プレベらしい、ミッドが効いてる、すごいいい音してるんですが、もうちょっとね、ローが出ててもいいかなと思いました。なんか今かなりミドル寄りの音がしてるんですけど、もうちょっとね、なんかアンプの設定なのかな、アンプが今全部センターなんだでしょうか、ちょっとよくわかんないんですけど、もうちょっとね、低音が出てる方が多分どっしりするので、ノリもね、よく聞こえると思うので、なんか音色的にはそんな感じがしましたね。はい。あとですね、例の D メロの部分なんですけど、結構いい感じに弾けてたと思うんですけど、その前の部分の8ビートのところから、そこになるとですね、多分苦手意識があるのかね、逆にすっごいそこになったら力んでるんですよね。ノリもなんかね、結構ちょっと速くなりがちっていうか、なんていうんですかね。それまではドゥ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 って言ってたのに、急にドドダドドドダドみたいな、なんかすごいこう勢いを感じてですね。その辺がもうちょっとこう安定して弾けるようになるといいのかなと思いました。基礎力っていうのはかなりだんだんどんどんやっぱり上がってきてると思うので、その調子でですね、毎朝練習して、そして投稿してください。というわけで、また来月もよろしくお願いします。ありがとうございました。はい。こんな感じでですね、やってるんですけど、これ以外にもですね、サークル部分っていうのがあってですね、そこではですね、皆さんがこう、毎日毎日、こう、今日はこれぐらい練習したよとかね、何時間練習しましたとかね、そういう投稿をこうどんどん上げてもらってですね、それを、他の皆さんがそれを見ながら、やばい、みんな練習してるから僕も練習しなきゃ、みたいな感じでこうね、練習のモチベーションが上がるみたいなことをやってたりとかですね、それ以外にもなんか、ちょっとした音楽にまつわる、こう、ベースにまつわる質問があったりとか、雑談があったりとか、そんな感じでね、楽しくワイワイね、盛り上がってやっています。そしてですね、本当にね、僕、2ヶ月半やって思ったのはですね、自分でもちょっとびっくりしてるんですけど、本当にね、皆さん上達してるんですよね。当たり前なんですけど、本当に練習したら上達するんだなってね、もうなんか思いました。本当にね、2ヶ月なんで、2本動画送ってもらってる方たくさんいるんですけれども、その1本目で僕がさせてもらったアドバイスをですね、本当に皆さん忠実にこう守ってくれて、2本目の動画ではそこのアドバイスした箇所はね、もう必ず良くなってるんですよ。これは本当にね、驚きというか、当たり前なんですけど、皆さん本当に真面目にね、練習してもらって、僕のね、アドバイス聞いてもらって、本当にね、ありがたいなと思っております。そしてね、本当にね、皆さん上達されてるんでね、ちょっとびっくりしますよね。なのでですね、本当にもう、ベース上達したい方は、ぜひぜひもう本当に入ってください。騙されたと思ってとは言わないですけど、騙すつもりもないんでね、本当に上達するのでですね、気になってる方、もう一度入ってみてください。本日の動画は以上となります。いかがでしたでしょうか。はい。16ベースサークル、気になった方はですね、概要欄にホームページのリンクを貼っておきますので、そちらからホームページ見てみてください。ということで、よろしくお願いいたします。このチャンネルではベーシストやミュージシャンに役立つ情報を随時配信していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価ボタンを押してもらえたら嬉しいです。それとですね、コメント欄にこの動画の感想や疑問、質問などあれば、どしどし書き込んでもらえればお返事しますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。